Hi everyone, welcome back to the Global AI Community on Virtual Tour. We have done so many sessions at this point of the stream. All sessions that have already run are available on YouTube, so do go and check out the playlist there in case you missed anything. Everything is already available to watch on demand. And now we have a new session, and this session is going to be presented by Dayu, and he's actually going to deliver this session in Japanese, so it'll be really amazing to be able to reach out to that audience. So hi Dayu, how's things? Hi, Microsoft 畠山です。これからじゃあ日本語でセッションを始めさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんどうもおはようございます。日本の皆さん。このセッションはですね、機械学習のオペレーションの部分ですね、特に、まあ、タイトルにありますけど、データサイエンスをしているプロセス全体にこう DevOps をどういうふうに適用していくかという、その DevOps の非常に良いところですね、そちらの方の、まあ、適用というのを考えていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。あと、まあ、日本語のセッション実はこれだけなんですけど、右下にハッシュタグありますね、グローバル AI コミュニティとオンツアーの2つつけて、ぜひツイートをなどお願いいたします。あとセッションのリソースなんですけど、実はですね、このセッションは、イグナイトツアーで行われたセッションと、まあ、同じようなものになります。このセッションリソースのハーブ、それからセッションのサンプルコードですね、全部公開しております。どなたでもアクセスできますので、どうぞご自由に使っていただければと思います。じゃあ最初になんですけど、早速、まあ、DevOps の生きている世界ですね、プログラミングのところから見ていきたいと思います。プログラミングをやるときには、まあ、作るときというのは、アルゴリズムですね、こちらの方を考えて実装する。で、実装と同時にですけど、データも一緒に入れるわけですね、入力子としてですけど、まあ、これを出力して、何か、まあ、問題を解決するという形でやっていくわけですね。で、機械学習の場合は、まあ、よくこれありますけど、データを食わせるっていう言い方、よく日本語ですることありますけど、入力と出力と両方のデータを、まあ、真ん中に食べさせて、アルゴリズムを作成するわけですよね。まあ、ソフトウェアがアルゴリズムを作成するということをするわけですけど、で、そのアルゴリズムのことをモデルというふうに呼んだりします。で、このモデルというのは、先ほどのプログラム、右側プログラムの入れ替わりなんですけど、アルゴリズム的に、まあ、使われていくと。まあ、結果として、モデルとデータから、まあ、予測する出力値を作成するわけですね。この右側の部分というのが、まあ、今までその DevOps でやってた世界なので、まあ、トータルでアプリケーションを考えていくと、やっぱり一緒に考えていった方が、やはりいろんな意味でいいであろうと、特にアジリティで考えたところですね、いいんじゃないかなというふうに言われています。で、今日ですね、例として、このテールウィンドトレーラーズさんのアプリケーションを例にして、どういったことが機械学習できそうなのかというところをご紹介していきたいと思いますね。これ実際のB2C のサイトなんですけど、よく検索するときに文字で検索することもあると思うんですけど、こちらの方はですね、真ん中にあるアップローディングボタンをクリックすると、ウェンチとクレーム、ハンマーの2つの写真があるんですけど、写真アップロードと似た写真撮ってきてくれると、こういったものになってくるんですね。ここではウェンチがヒットしましたけど、今度じゃあちょっと違うことをやってみましょうか。先ほどハンマーとウェンチと2つありましたから、もう一つの方いきましょうね。あんまり写真ないんですけど、ここではハンマーを選びまして、ハンマー探してくれるかなというのをやってみたいと思います。あ、残念でしたね。見ていただけると、今、ハンマーで検索したんですけど、まあ、欲しいもの出てこなかったと。まあ、機械学習で分類してますけど、こういったこともここにあるわけですね。で、今、このシステム自体が、この VS コード、ローカルで書いてる VS コードで Python のコードがあるんですけど、こちらの方が GitHub 系でつながってます。画面の下の方注目していただきたいんですけど、つながってまして、ちょっと変更してですね、ソースコードの変更を行ったものを GitHub の方にコミットをしていきます。で、プッシュをしてですけど、下の方で見づらいかもしれませんけど、行きたいと思います。で、そうすると、これ GitHub の方で今更新が反映されて、反映された結果ですね、が、実は Azure Machine Learning Service とも、CI ですね、コンティニュースインテグレーションにつながっているわけなんですね。で、つながった先なんですけど、実は、マシンラーニングスタジオから、これからご紹介するパイプラインという処理を呼び出して実際に自動化っていうのを行っているわけです。そのつながってる様、ちょっと時間かかりますので、今実際裏側でモデル作ってますから先に進んでいきたいと思いますね。機械学習のプロセス自体を振り返ってみますと、まあ、データを持ってきてトレーニングをすると。で、それのまあエバリエーションですね。評価をするところをまあ行うこと。これまあよく皆さん一般に行われていると思います。で、良ければ次に行きますし、ダメだったらデータもしかしたら用意し直さなきゃいけないかもしれない。そんなこともあるわけですね。で、出来上がったモデルなんですけど、実際にアプリケーションに使うときには、もうファイルとかで送ったり、下手すると USB で送るなんてことも聞いたことありますけど、プロダクション環境の方に持っていって、そちらで組み込む。まあ、ここの部分に大きなハードルがあるわけですよね。で、
まあ、特にこれメールで送ったりするなんてことも時々聞いたりするんですけど、この部分っていうのをまあ何とかしたいと、まあ、これから頻繁に更新するとなってくるとなかなか難しいわけですから、この DevOps のプロセスを今一度振り返っていきたいと思いますね。計画を作るところ1番ですね。で2番、その部分で開発テストを行う、まあ、テストはまあユニットテストありきでよくものが作られていきますけど、でリリースですね。この部分もなるべく自動的に行うわけですね。まあ、リリース自動的に行うためにはテストをもう自動的に行えるようにしなきゃいけませんから必然となってくるわけですけど、でその部分4番目としてちゃんと動いている方どうかのモニタリングをして、でフィードバックをもらった上で次のプランを練る、まあ、これが DevOps プロセスで非常にまあ有効的に使われているわけです。中ではさまざまなアジャイルの手法を使われてますけど、一般的にこういったものが使われていますね。でこの DevOps 何がいいかというと、成果物にフォーカスを当てるっていうのはよくソフトウェア開発であるんですが、そうではなくて、成果物がどういう価値をユーザーさんにもたらしてくれるのか、そのバリューチェーンですね、それを継続的にですね、ユーザーさんの、まあ、市場の動向が変化したものに対して継続的に、ここも大事なんです、一回こっきりじゃなくて継続的に提供できる。でその時に作ってらっしゃる皆さん、エンジニアの方、データサイエンスの方、それから、その手順プロセスですね、で、まあ、ツールですね、製品がありますけど、これらを統合したところが非常に良いわけです。でマイクロソフトが最近、まあ、よく使ってますけど、Azure マシンラーニングですね、Azure の中にある特に機械学習や、深層学習、それから強化学習なんかを行うためのツールなんですけど、こちらですね、去年の 年末ぐらいですかね、にアップデートがありまして、新しいポータルが出てきました。新しいといってももう3ヶ月経ちましたけど、ml.azure.com ですね、ちゃんとこの画面見ていただけると、日本語の画面もできているわけです。こういったものが出てきています。まあ、普通の Azure のポータルと違って、いいところがあって、ここの中で集中してみんなで作業をする、そういうための、まあ、共有スペースなんですね。アクセス検索コントロールなんかもしっかりなされて、つい先日なんですけど、プライベートリンク の、パブリックプレビューも出てきました。一部まだちゃんと動かないところもあるんですけど、まあ、だんだんこうセキュアに使える環境にもなってますので、ぜひこの専用ポータルで作業するところも見ていただければなと思います。データサイエンティストのための方のポータルですね。で、まあ、どういった部品があるかというところがいくつかあるんですけど、本当にたくさんのものがあります。少しずつご紹介しましょうね。まずアセット、機械学習やる上で大事なアセットです、資産なんですけど、データセットですね。これ先ほど前のセッションでもありましたけど、よくデータセット API でもあるんですが、どういう塊、データ学習用のデータの塊を持っているのか、まあ、実験って名前になってますけど、そのデータセットを元にして、まあ、作るモデルの、まあ、一連の塊ですね、まあ、よく実験エクスペリメントって呼びますけど、そのジョブ自身と、まあ、どういうふうにですね、どういうジョブが行われて、どういうモデルができたか、そういった履歴管理なんかも行うわけですね。で、それらを自動化するためにパイプラインというものが存在しています。で、出来上がった成果物、アウトプットはモデルなわけですね。この Azure マシンラーニングのいいところは、モデルのバージョン管理を中でしてくれるわけですね。で、エンドポイント、まあ、出来上がったものが推論環境で展開されていくわけですけど、特にここではですね、いろんなところ、本当に今日、このセッション、グローバル、セッションずっとやってますけど、別に Azure の中だけじゃなくていろんなところにも置けるんですが、Azure の中であれば特にコンテナが使われている Azure コンテナインスタンスとか、Azure Kubernetes サービスの中であれば、そこのエンドポイントの場所まで URL 管理してくれるわけですね。で、管理するため、そのジョブを動かすためのコンピューティング環境、それから、その中でデータそのものですね、データセットから先に接続されているデータサービスの先ですね。で、これ最近出てきたんですけど、コンピュータビジョンのタスクに関してはアノーテーションをつけるサービスが実は中に組み込まれて出てきています。まあ、こういった多くの部品からできているんですけど、このセッションではパイプラインのところに注目をして見たお話をしていきたいと思います。パイプラインでお話聞くと、実は2つのパイプラインがありますね。1つは今ご紹介した Azure マシンラーニングの中のパイプラインで、マイクロソフトの場合 Azure の DevOps というツールもあるんですけど、こちらの中にも Azure パイプラインってありますね。これどう違うんでしょうか。で、実はこの2つですね、それぞれ役割があって、ちょっとずつ今別のものが出てるんですけど、つなぐためのものですね。 Azure マシン DevOps の方に真ん中にありますけど、Azure マシンラーニングのツール、エクステンションが実は用意されています。ですから、Azure DevOps の方から Azure マシンラーニングの参照ができて、まあ、シームレスに使える、そんな形で使えるものが今出てきてるんですね。じゃあ、この2つのツール、少しずつ何ができるのかを見ていきたいと思いますね。まず、Azure マシンラーニングパイプラインなんですけど、まあ、これ、いわゆる機械学習の、そのジョブのプロセスを回していく、ワークフローをしていくような、そういったツールになります。で、ここがとっても大事で、Jupyter ノートブックなんかで作ると、どうしてもこう人が実行するしなきゃいけない、Python のスクリプト化したとしても、実行するところに時に何か仕込まなきゃいけないってところがあるんですけど、その部分っていうのを、まあ、Azure マシンラーニングサービスと連動してですね、やってくれる。
そういったものは非常に大事なんですね。それから、まあ、勝手にやってくれるということはもう何度も何度も使えるわけですから、まさにそのアジャイル的なワークフローに沿って使っていける、そういうまあ SDK なわけですね。まあ、結果として作り上がったモデルがどのその実験環境でやったのかって形で、まあ一元管理されてますから、出来上がったモデルの追跡なんかがすごくしやすいわけですよね。じゃあ片や Azure パイプライン、これどういうものかというものなんですけど、そもそもの DevOps をやるときの CI/CD をするための全体の統合的なツールですよね。ビルド、リリース、テスト、そういったものを自動的に行うためのものです。で、それに加えてですけど、実際にその品質の管理、クオリティのマネジメントをするためのですね、まあ、ゲートとよく言ってます。例えば人が見てやっぱ管理、チェックしなきゃいけないものもあったりとか、全部自動的にできないところもあるわけですね。そういったところの、まあ、設定なんかができたりとかもします。これ後ほどご覧いただけますけど。で、それ以外にですね、様々な他のサービス使うことがありますね。DevOps の観点だと、今はたまたま Azure マシンラーニングサービスを見ていますが、その他のサービスを使うこともあるわけです。例えば、ARM のテンプレートなんかを使って、Terraform なんかを使ってサーバー作るところもあるでしょうし、例えば ACI のインスタンス作るところもあるでしょうし、作った上にモデルを展開する、まあ、そういった全体のオーケストレーションに非常に強いわけですよね。で、何か発生した時の、その、いつじゃあ、その、このジョブをキックするのかと、ビルドのジョブをキックするのかと、そこに関して、まあ、サーバレスではないですけど、Azure 側の方でイベントトリガーみたいなものを持ってます。特に先ほどキックしたのは GitHub の中で変更があったっていうのを感知して、それで、まあ、また新しいモデルを作るって形で定義したわけですけど、これがいろんな形でやっていけるわけですよね、そのビジネスの条件のうちで。まあ、そういったかなり柔軟性の高いものになっています。ちょっとここで Azure ML のパイプラインの方を見ていきたいと思いますね。先ほどのアプリケーションありますけど、今度は Azure ノートブックの中の実際のコードを見ていきます。まあ、これが GitHub の中に入っているんですけど、Azure パイプライン自体は、実はこの SDK の中、SDK 経由で今定義していく形になりますね。で、今画面でご覧いただいてますけど、これは実際にさまざまな SDK を使って定義をしている部分になってきます。例えばデータストアの定義をする。それからちょっと下の方に行きましょうね。ここではシーダデータストアというところを使っていますけど、で、コンピュートリソースですね。実際に学習のジョブに使う CPU とか GPU のインスタンスですね。ここ画面の右側見ていただけると、ミニマムノード1、マックスノード4となってますから、1台か4台でオートスケールするわけです。ここからですね、ここからが Azure マシンラーニングのパイプラインの定義をしていく部分であるんですね。どういったパラメータをもらってくるのか、このパイプラインを動かすときですね、その後でですけど、データの準備をするステップですね、実はこの部分もやってくれるんです。実際には parse.py っていうファイルがあるんですが、こちらの中でデータセットを作って、データストアに保存をしているわけですね。で、その次のステップですよね、トレーニングってありますけど、このところで実際に学習をさせているわけですよね。トレイン .py を呼び出したりですけど、パラメータ、エポック5、バッチ10、ラーニングレート 0.001 というスコアで、ハイパーパラメータでやってくれという形でやってるわけですね。で、その次なんですけど、出来上がったモデルを実際に Azure マシンラーニングの中に登録するわけですよね。モデルとして登録する。で、その時に register.py っていうスクリプトファイル、Python のコードを使って登録する。で、パイプライン自身の定義ができましたから、作成をするわけですね。これ若干時間かかるんですけど、なぜならモデル実際にここでトレーニングのジョブ走るからですね。これ自体は、パイプライン自体は一瞬で作るのは一瞬で終わるんですけど、で、そうしますと、ここで見ていただけると、これ4分29秒かかってるんですけど、下の方をご覧いただけますかね。こんな形でワークフローの定義までしてくれるものがあるんですね。これが実は全く同じものが、Azure マシンラーニングサービスの中の画面でも見ていただくことができます。まあ、これ、上から下に一直線のパイプライン、非常に簡単なんですけど、大体パイプライン処理はこの一直線になることが非常に多いですね。データの準備、トレーニングで、最後出来上がったものでモデルの登録というのを行っていきます。で、この先でなんですけど、今行ってきたのをちょっと見ていきましょうね。データの準備をするところ、トレーニングをするところ、モデルの登録するところ、この3つが主に定義していく部分になっていきます。で、裏側で使うそのアセットですね。で、データの準備をしたらデータセット、これをもとにしてトレーニングを行うわけですね。で、トレーニングを行うときはコンピュート、どのその CPU とか GPU のクラスターを使うのかをもとにしてトレーニングを行う。結果はモデルに登録する。まあ、そういった相関関係があるわけですよね。
じゃあ、DevOps のちょっとプラクティスに戻って、コラボレーション、みんなで作業するところを考えていきたいと思います。DevOps、非常に実は良いプラクティスがいくつもありますね。まず一つは、複数の方が作業するわけですから、ソースのコントロールですね、をしていく部分があります。それから、まあ、黒いですけど、作ったもので、まあ、コンティニューインテグレーション、継続的にその本番環境に近いところをビルドしていくプロセス。それから、その本番環境に、まあ、実際にデプロイするところですね、デリバリーしていくプロセスの、まあ、これが非常に繰り返しやるアジャイルとかの、まあ、この開発体制のプロセスの中で非常に合ってるというふうに言われてるわけですね。ここでちょっとソースコードコントロールのところを少し掘り下げてみていきたいんですね。よく機械学習のコードは Jupyter ノートブックを作って、作成されているケースが多いです。そのパケットごとというかスニーペットごとにコードを書いて結果が出力されてというところがあるんですけど、DevOps の中だと、その普通のアプリケーション の場合も実際にコードとコメントアウトしている部分、まあ、コメント部分しか実際は管理しないわけですよね。ところが Jupyter ノートブックで普通に作ってしまうと、まあ、入力値はまあさておきですけど、その実行結果をプリント文なんか使ってもそうですし、データフレームダンプしてもそうですけど、出力、計算結果も実は保存されているわけですよね。Jupyter ノートブックの実際のファイル、JSON のファイルになってますから。で、これ、何がちょっと問題かっていうと、データの出力結果まで、入ってくる。つまり、コード部分は変わってないのに、入り口のデータが変わった、モデルが変わった、まあ、いろいろあるでしょうけど、その出力結果も変わった。ここまで管理してくる。こうって本当にそんな必要があるんだっけってところなんですよ。で、出力結果を共有したい場合は Jupyter のそのままでいいと思いますけど、だそうじゃない場合っていうのは2つ考えられますね。1つは Jupyter ノートブックから Python のコードにしてしまう。もう1つは Jupyter ノートブックそのまま使うんですけど、出力結果をクリアしてから、ソースコードコントロールに入れる。まあ、そういったことをしなきゃいけないわけですよね。で、それに加えてパイプラインの全ての部分ってありますけど、その実際に、モデルを作る作業の部分ですね。これ、Azure Machine Learning Service の SDK の場合、実際は Python のコードで書くわけですから、まあ、コードとして保存ができるわけですし、あと、さまざまな使ってるそのアナコンダとかの、エンバイロメントの環境ですね。よく Python で使ってると思うんですけど、結果としては Docker のファイルを使って、インフラストラクチャーとの依存関係を定義するわけですし。で、それに加えてですけど、機械学習の場合、どういうデータ使って、作業したのかがすごく見たいですよね。で、このデータの接続情報だけじゃなくて、どういったもので取ってきたのか、そういったことも管理したくなってくるわけです。すべてがソースコードのコントロールに入っている必要があります。このすべての中が実はすごく難しいんですけど、取り除きたいのは、例えば、学習時にですね、写真を1万枚使いましたと。で、全部で例えば 100GB ありますと。じゃあ、100GB を毎回そのトレーニングのたびにですね、これがバージョン1、バージョン2って言って保存するとなってくると、これはちょっと仕組み的に破綻してくるわけですよね。なので、共有されているものは実は除いてやった方がいいんじゃないか、そんなことがあるわけですね。じゃあ、何を管理すればいいんだっけっていうのを少し考えていきたいと思います。これまでのシステムであれば、まあ、ソースコードだけ管理しておけばよかったんですけど、やっぱりこの自動的にやろうと DevOps のプラクティス持ってくるときに機械学習必須な要素3つありますね。データとコードとモデルなんですね。で、モデルは比較的、まあ、成果物ですから取っておかなきゃいけないんですけど、データの部分、ここの部分の管理を考えていく必要があります。どうデータ管理するかと。で、Azure Machine Learning Service とかデータセットってものがあるってお話ししましたが、これは各データセットの接続文字列みたいなものを管理していると思っていただければと思うんですね。で、面白い機能があって一番下にあるんですけど、ドリフトと言いまして、元のデータセットの中身が変わったかどうかを見てくれて、大幅に変更があったっていうのをモニタリングしてくれる、そんな機能があるんですね。そうすると例えばですよ、同じデータセットを見ていくんですけど、そのドリフトの検知、まあ、様々なアルゴリズムがあると思いますけど、ドリフトの検知を使って元のデータの傾向が変わってきたと。例えば IoT なんかのシステムで、元のデータが入っていくんですけど、これが元々変わってきたときに、じゃあ一人側としてじゃあモデルを自動的に作ろうかと、そういう、まあ、きっかけになる機能が入っているわけですよね。これデータセットを使うときのチートシートなんですけど、タブラーデータセットとファイルデータセット2つがあります。タブラーはいわゆるよく皆さんが使っていらっしゃるデータセットですね、あの形式のもの。それに加えてファイルですね、よく画像とか扱うときにはファイルのものを扱うわけですけど、これも、まあ、実際このチートシート見ていただければ非常に単純で、元のデータストアから持ってきたものをどう定義するか。で、それは学習時には実は普通の Python のコードとして使っていただけるんですね。データセットタブラの場合は Pandas とか Spark のそのままのデータフレームになりますし、あとそれから写真とか音声とか、まあ、ファイルのケースの場合はマウントしてあげてですね、あとロードするというところに普通に渡していける、まあ、そういう抽象化レイヤーを持ってくるわけですね。
で、CI の部分を少し見ていきたいと思います。今みたいにプログラムのソースコードが変わったみたいな時にもデモやった時みたいにありますし、パイプライン自身もいろいろ変更していく時がありますから、その部分でやっぱり継続的に、まあ、連携していくという部分がなってきますよね。まあ、いいコードが出てきたらトゥルーリクエストなんかを送ってプロセス回すと思いますけど、こういったところもご参考にしていただければと思います。で、機械学習、特にその Python のコードの量、あまり多くはないんですけど、このコードの品質、本当に大事ですね。よくやっていくとデータが何かおかしいんじゃないかってどうしても疑いがちなんですけど、ちょっと変更があったことで実は陥る問題、それは学習用のコードだったり準備用のデータのコードだったり、それもあるわけですね。このクオリティコントロール非常に大事です。簡単に短いから大丈夫だって言ってよく軽視してしまいがちなので特に注意していただきたいと思いますね。ソフトウェア作るっていう意味でここのデブオプスのプラクティス生きてくると思います。じゃあ次にですけど、この Azure Pipeline を使ってビルドの部分見ていきたいと思いますね。先ほどの画面の中、これ Azure DevOps の方のコンソールなんですけど、先ほど動かしたジョブですね、見ていきますと、こんな形で実はジョブ一個一個定義したものが中で見られるようになっています。これも多分結構終わってしまっているんですけど、ちょっと面白いのがですね、よくこういう中は実際 CLI のコマンド叩いてたり学習のジョブが走ってたりとかするんですけど、このリクリエイトのサブミットパイプラインのところはそのスタンダードアウトですよね。標準出力の部分が実は見られるんですね。これちょっと今日お見せできなかったんですけど、実際にパイプラインジョブを走らせてリアルタイムでこの画面来ると、この画面の中ですね、ちょっとずつ実はですね出力されているのがこうリアルタイムでこう出てくるんですね。今下の部分見ていただけると、実際に先ほど、Azure ノートブックの中でも出力していた、パイプライン作っているってところなんかも見ていただけると思います。こんな形でどういうふうにビルドが行われたのか、その、まあ、記録ログ自体もこの CI のプロセスの中で、Azure DevOps の方でちゃんと管理してくれる、これが、Azure ML パイプラインと Azure パイプラインが連携しているというところになってくるわけですね。はい、じゃあ次の方に行きます。パイプライン処理、今少し見ていきました。データの準備をしてトレーニングをしてモデルの登録をする部分ですね。で、皆さんも多分もう本番で使ってらっしゃる方、実際機械学習使っている方ですね、ご経験されていると思いますけど、機械学習のモデルってのは実は劣化がすごく早く来ることが多いですよね。もともと持ってたデータが例えば季節性があったりとかしてですね、例えば1年間かけて集めたデータなんだけど、去年一昨年って形で見ていくとやっぱり年々変わっていくものだったりとかして、来年やってみたらちょっとでその精度ですねの劣化が激しかったり、例えば工場の中でもよくありますけど、商品が増えてしまった時なんかありますよね。そうすると新しい商品が来ると既存のモデルは分かりませんから、そうするとやっぱりモデル作り直さなきゃいけないって形で、この作りせっかく作ったモデルのクオリティコントロール、品質コントロール非常に大事になってくるわけです。で、それいかに早く検知していけるかってところが大事なんですね。で、つまり、その本番環境に、プロダクションの環境に、まあ、モデル作っていくところも考えていく必要があるんですけど、ここでコンティニュアスデリバリーが出てくるわけですね。例えば新しいモデルが出てきた、作った後に、ちゃんとデプロイをしてくれるようにしたい、それからもちろんテストなんかも必要ですよね。特に3番目にありますけど、モデル1個のそのインターフェースはそれほど変わることはないかもしれませんけど、例えばモデルのサイズが大きくなってしまって、その想定したスループットが出なくなってしまったかもしれません。例えばマイクロソフトのコグニティブサービスの場合、Docker コンテナ化して、実はローカルで動かすことができるんですね。ところが、Docker のそのファイルのサイズ結構大きいんですよね。500メガバイトとか超えるものもありますし、そうすると、今まで小さかったファイルがモデルのファイルが大きくなってしまって、小さなメモリで動かしてたコンテナだと遅くなってしまうってことも考えられますよね。なので、まあ、負荷テストなんかもやっぱりやっていきたい。で、もちろん、これは全部コントロールできることが大事ですよね。いつそのプロダクション環境を出せばいいのか、それから機能フラグですね、同じ機能なんですけど、まあ、バージョン A とバージョン B があって、まあ、入れ替えるためのタイミングですよね。その部分をどうやって見ていけばいいのか、それから前のモデルと今のモデル、新しいモデルの方が多分いいだろうと思って作ったんですけど、実際は違うかもしれません。やっぱこれ本番でやってみないと分からない、機械学習特にこれがあるわけですけど、そうすると AB テストの機能なんかもやっぱり欲しくなってきますよね。Azure パイプラインの場合は、これがまあ標準でというか備わっているわけですね。こういったものに対応するものが。それが非常に便利なわけです。モデルをどういうタイミングでロールアウトしたいのか、デプロイしたいのか。で、大事な点がそれをコントロールできるかどうかなんですよ。全部ダーッと出してしまっていいんだっけというところを今一度考えていただきたいと思います。これは通常のソフトウェア、プログラミングベースのソフトウェアの全く同様ですよね。何でもかんでも出して、うまくユニットテストの通り動くっていうわけではないと思います。
じゃあ、Azure パイプラインのリリースの部分ですね、そのモデルのコントロールする部分で少し見ていきたいと思います。これ Azure DevOps の画面の中ですね。で、実際にパイプラインってところに、リリースってところものがあります。ビルドとリリースのパイプラインですね。これもビルドと似たような画面なんですけど、これはデプロイトゥ ACI で Azure コンテナインスタンスにデプロイするためのものになってきますね。で、こちらご覧いただけると、まあ一つのリリースがあって、ステージが1個だけあって、まあうまくいきましたと。で、まあ配ってるそのジョブの実行力なんかも見られるわけです。この辺は先ほどのビルドパイプラインと同じですね。何時何分にどういう標準出力があって、そのジョブの結果がこうなってますってのは見れるわけですよね。まあ実際コンテナ化してデリバリーしてるわけですから、まあそのコンテナからのログなんかも見れるわけですけど、で、これエディットパイプラインって形のボタンを押しますと、実際にこの元々の定義のところに行きまして、どういうじゃあデータを持ってきて使うのかなんかが見れるわけですね。これ実際のここ見ていただけると Azure マシンラーニングサービスとつながっていることが実は分かるんです。ちょっと一回消してみますね。で、一回消しましてアーティファクトって形で成果物を見に行きます。ここなんです。 Azure ML パイプライン、まあ、Azure ML ってものがありますけど、そこで定義されているエンドポイントですね、ワークスペースを見に行ってどのモデルを使うのか、で最初のものを見に行くという形でこんな形で取り出します。でトリガーの定義ができるんですね。これは CD のトリガー、何をもってトリガーするかというのもあるわけです。で、例えば先ほどの場合だったらソースコードチェンジが変わったでモデルのリリースするというところまで来ているわけですけど、これタスクのバージョン管理をしたりとか、ML のワークスペースですね、の選んだりとかして、実際パラメータ作っていきます。このあたりはまあデフォルトで入ってきているものもありますし、皆さんの方で多少書かなきゃいけないものもあります。デプロイメントモデル、今現時点はこのエクステンションは ACI と AKS の2つがサポートされていますね。で、パイプラインの方に戻りたいと思います。これ先ほどあったとおりそのまま配ってんだっけところに人のアイコンありますよね。ここなんですよ。ここが非常に大事で、デプロイメントする前にコンディション、条件決められますね。例えばここにゲートってありますけど、どういう条件だったらのところに今ゲートとして設定をするってことができるわけです。例えば出来上がったモデル、これ実は自動的に配られてるんですけど、見ていきましょうね。先ほど作ったものだと、レンチとハンマー、片方しか判定できませんでした。これハンマー、先ほどとちょっと違うんです。ハンマーとして判定してくれました。新しいモデルうまくいってますね。これもじゃあちょっと違うハンマーやってみましょうね。先ほどまでレンチしか分からなかったんです、この人。ハンマーとして判断をしてくれてます。写真に似た商品があるよというところで、その写真ベースの検索ですね。よくその Bing イメージとか Google イメージサーチでやってるようなものに対して反応できましたと、これで分かってる、分かったわけですね。たまたま今実はうまくいきましたけど、これそうじゃないかもしれません。そうじゃないこともあるわけですから、やはりゲートの部分で例えば人が見て最終的に判断するってことも大事になってくる。そういった品質管理の部分も含めてですけど、ただ自動化できるところは自動化する、その DevOps のいいフローですね、使っていければと思います。はい、パイプラインの処理ですね、見てきました。これ非常に悩ましいところがたくさんあるんですけど、データの準備を行ってトレーニングをしてモデルの登録をする、もう今もう皆さんもしかしたら、Jupyter ノートブックの中でシフトのエンター叩きながらやってる部分かもしれません。上の部分というのはこの機械学習に特化した部分ですね。関連する、まあ、アセットというかデータもいくつかありますから、 Azure ML パイプラインは非常に得意な部分なんですね。で、それをですね、本番各配りますと。こちらの方は機械学習というよりは今までのソフトウェアの世界の話ですから、この場合は、Azure ML サービスの中にも実は SDK あるんですけど、Azure DevOps の中で持っているリリースパイプラインを使う方がもしかしたら理にかなっているかなというふうに思うわけです。その際にモデルを参照して持ってくるというときは先ほどのエクステンションが有効なわけですよね。で、デプロイメントした結果、まあ、ACI でも AKS でもどちらでもいいんですけど、結果を見てまあ次の判断をしていくわけです。まあ、これもう一回トレーニングするとなったときに、2つのパイプラインを使うとですね、まあ、自動的にできるわけですよね。で、じゃあいつじゃあこれ作るんだってタイミングがありますよね。例えば、上の方は決まった時間で毎日毎日データ更新されるから、じゃあ毎日ビルドして毎日更新しようよ、まあ、定期的に時間ベースでやるという方法もあるでしょうし、下の方は先ほどデータドリフトってご紹介しましたけど、データセットで監視している先ですよね。元のデータが変わっ
の傾向が変わってきたと。その変わってきたものを元にして、まずはトレーニングモデルまでやってしまおう。でモデルがある一定以上の識値ですね、例えば、アキュラシーでも F1 スコアでもいいんですけど、例えば 95% 超えたらステージング環境の方にデプロイしよう、そういったこともあるんじゃないかなと思います。先ほどちょっと画面でお見せしてませんでしたけど、 Azure DevOps の中だとそのデプロイの環境複数も作れますよね。プロダクション環境と、検証用のステージング環境、ステージング環境で実際の本番データを元にして再度テストをする、そんなこともできるわけですよね。でこの再トレーニングを行って、もう一回リリースも行って、で、うまくいったらウェブサーバーなんかはビップスワップなんかで変えていくわけですよね。でトレーニングデータセット、この部分の連携も非常に大事です。特にデータの管理が非常にMLOps でやるときには難しくなってきますから、この DevOps の発想ですね、先ほども言いましたけど、データの接続情報を管理して再度トレーニング、モデルを作ったりデプロイメントしたりする、そんなことが大事かと思いますし、人が見てですね最後判断して、デプロイメントを行うことも大事かと思います。でデプロイメントした結果、推論が行われますよね。推論結果として、これ学習用のデータセットの元になる可能性があるわけですよね。そういったデータセットを元もう集める、そんなプロセスも非常に大事です。Azure マシンラーニングサービスの中の SDK には実はログを集めるためのものもあるんですね。その推論のログを、一時的に貯めておいて、ブログストレージとかに飛ばしていくわけですけど、こういった仕組みを使ってもいいですし、もちろん推論のログですからアプリケーションの中で別の方法ですね、例えば、デバイスだったら IoT エッジなんかを使って、そちらの方からですね IoT ハブ経由でリアルタイムでログを飛ばしたり、もしくは同じく IoT エッジハブ経由ですけどファイルとしてですね定期的に飛ばす、そんなことでもいいんじゃないかなというふうに思います。でそれをですね、くっつけるとこんな形になるかなと思いますね。推論用のデータセットを持ってきて、で本番のものの塊です、それと前のバージョンのものとの比較をするわけですね。これもう一回出てきます。これデータドリフトという機能を使ってもいいですし、もっと統計的に別の視点を使ってもいいと思います。いろんな手法で使っていてもいいと思いますけど、で、本当に変わったと、で変わったことに対してそのモデルのクオリティという形で、さらなる自動化を目指していく、そんなこともあると思います。それ自身をスケジューリング化してもいいでしょうし、こういった形で、徐々に徐々に自動化できる部分、そのために抜けてた部分があるんですけど、埋めていくところが出てきてるわけですね。このデータドリフトなんですけど、まだプレビューなんですけど非常に面白い機能だと思います。これ実際にマシンラーニングサービスの中で出てくるんですけど、ちょっと画面の下の方をですね少し見ていただきたいんですけど、ここですよね。これ温度とか色いろんなデータ取っているんですけど、そのマグニチュードってありますよね、その、データの 重みみたいなものが、だんだん変わってきている、その部分を、日付で、これは日付ですねを軸にして見ていますけど、さらに右側の方、これが実際の、機能ごとにどういうフィーチャーごとですよねにどういうそのドリフに影響があったのかという部分を、ここ見ていただけると、これログニチュードとかエバリエーションとかいろんなものが出てきてますけど、やっぱり1日1日で変わってきてるわけですよね。でどこかの値が大きくなったら、それを元にして、トリガー、イベントを起こして、自動的に学習のジョブを実行する、そんなことも非常に大事なんじゃないかなと思います。そうするとですね、今、考えられるというか、完全というちょっと表現は言い過ぎかもしれませんけど、パイプライン処理できるんじゃないかなと思います。これが全部できてくると、上の方が MLOps のすごく強い部分、それからデリバリーに関しては、DevOps がもともとやった分、トータルで、DevOps のプラクティスが使えるんじゃないかと思います。このドリフトによってですね、新しい、コードの定義ですね、Python の SDK を使ってできますし、それによってまたさらに自動化を行えるわけですよね。ドリフトで出てきた結果を見て、何か if 文みたいなのを書いてもいいですし、ML パイプラインの中で定義をしてもいいですし、それら全体を司るのが Azure DevOps というツールという形になってくるわけです。今日ご紹介したのは、単なる例としてご紹介をしていますね。まずちょっと知っていただきたい、おさらいをしていきたいと思いますけど、最後に、モデル自身ですね、作ったモデルの評価をしたではなくて、デリバリーしてみた、デリバリーしたみたいはいいでしょう。ところがプロダクション環境で使われていくと、やはりモデルの劣化が始まってきたりとかしてるわけですよね。そして大事なことがあって、一番最初にお話ししましたね、モデルそのままハードウェアから呼ぶことは
まれというかほとんどないかもしれませんね。何らかのアプリケーション、ソフトウェアの一部に入っていることがほとんどです。ウェブのサーバーでもそうですよね。ウェブサーバーに、モデルを組み込んで、ウェブサーバーが別に存在してますよね。なので、ソフトウェアの、まあ、開発プロセスの全体の中で考えていきたい。それが一番目ですね。で、二つ目あるんですけど、先ほどもちょっとだけ触れましたけど、モデルを一生懸命作るのも非常に大事です。大事ですけど、ちょっとは一歩引いてみていただけると、Azure にはコグニティブサービスってものもあるわけですよね。コンピュータービジョンとか自然言語処理とかに加えて、さまざまな意思決定用のものも最近出始めていますね。パーソナライザーとかありますし。で、それはそれで、実はすごくいいことが、なぜかというと、アクティブラーニング系のものに対応しているケースが非常に増えてきてますね。例えば、カスタムビジョンサービスはもう非常に有名で、多くの方が使っていただいてますけど、ポータルで写真を、まあ、気軽にというか、エンジニアの方でなくてもですね、アップロードして管理してって、なかなかできるのもないわけです。で、それに加えて、まあ、カスタムビジョンの中で、API 公開すると、その API でコールした写真ですよね。それを次の学習用に保存をしてくれて使えるわけですよね。先ほどのタイプライン処理に近いところですね。相当近いところをやってくれる機能が入ってるわけです。まあ、ご自分たちの時間の使い方、ビジネスを考えての時間の使い方を考えると、これも非常に大きな選択肢だというところを今改めて見ていただきたいと思います。で、一番最後ですけど、Azure DevOps が持っている Azure パイプラインですね。これがすごくさまざまなもののオーケストレーションができるわけですよね。ML パイプラインは ML パイプラインの役割、機械学習の部分の、まあ、自動化を、まあ、推進するんですけど、それ以外の大きな懐のところで、この Azure パイプラインもぜひですね、見ていただければなというふうに思います。今日の私のお話のまとめになります。Azure マシンラーニングサービスの中、さまざまな SDK があるんですけど、これを何ができるか。特に DevOps のベストプラクティスの中で、ソースコード管理をするための、まあ、ベースとなるコードですよね。その SDK 経由で今定義できるところ、例えばデータストアとかデータセットとかありますけど、そして学習なんかを抽象化してくれるインフラもあるわけですから、その部分コードから呼べる、まあ、これが非常にいいところですよね。で、データソースに関しては、その DevOps の中で扱うときに中に持ってくるんじゃなくて、外に出して管理するってところが非常に大事かなと思います。で、2つのパイプライン、どう分けて使うのか、そして、いつですね、再トレーニングを行うのか、意味もなくと言うとよくありませんけど、とにかく毎日やっとけばいいやと。これ、実は、何も変わってないのに、もう一回トレーニングするとはお金の無駄でもありますよね、時間もそうですし、そうではなくて、必要な時だけ再トレーニングをする、じゃあ、それはいつなのかというところを今、改めて考えていただきたいと思いますし、今一度なんですけど、MLOps って言葉がいくつか出てきてますけど、それに関連するドキュメントも出てきてますけど、それだけじゃなくて、一歩立ち返ってですね、大きく立ち返って、DevOps 全体でどういうことをしてたのかというところ、もっと言えば、Agile で何をじゃあ求めてやってたんだっけ、そのプラクティスが、さまざまな言語、もちろん日本語のものもありますし、まあ、外にインターネット上に情報ありますよね。そのプラクティス、時々読み返していただければ、いろんな発見があるんじゃないかなというふうに思います。実はですね、今日ご紹介した MLOps に関する情報なんですけど、さまざまなドキュメント、チュートリアル等あります。この ak.ms のですね、MLDocs の中、ぜひご覧いただければなというふうに思います。それから、MS LAN、マイクロソフトLANですね、の中にも、いろんな実は機械学習用のコンテンツが揃ってきています。この画面のスクリーンショット英語なんですけど、実は日本語だけじゃなくて様々な言語のものあるんですね。これ本当に初めて学ぶ方は非常によくできているコンテンツだと思いますから、まあ、このちょっと大変な時期ではありますけど、ぜひ時間見つけてですね、新しいスキルを身につけていただければなと思います。ではですね、私のセッションは以上になります。皆さんどうも長時間ご清聴ありがとうございました。ちょっと残りの時間で Q&A というか、ご質問の方答えていきたいと思います。よろしくお願いします。Thank you very much.Dave, that was great. And do you have the link that you want to share with everyone? Yes. Perfect. As a final. So yeah, to running to more detail. That's great. That's great. Let me just double check for the questions. Yes.
Okay. Yeah, so we don't seem to have any questions in there right now. So if you want to ask questions, if you go to chat.globalai.community, and Dayu, if you can head to that URL as well after this session, people can continue to ask you questions there about all the amazing information you just shared on MLOps. Fantastic. Okay, we will wrap this one up, and the best thing probably to do now is to say goodbye from me. Personally, this one is my last session to host, so thank you everyone who joined us for the Global AI Community on Virtual Tour. There is still a few sessions still to go. Alicia, my co-host, she'll be around for the next few hours as well, taking you through some of the final sessions. And with that, we will see you in about 20 minutes.